ものすごい川田コール。2002年2月24日午後5時34分今決戦のゴングなりました。まずは川田の出方を見ようというのは、さあ川田がレッグロックの体勢から何に行くんでありましょうか。さあ膝に膝を当てがっておいたこの川田俊明であります。ボーアンドアロー弓矢のためか。しかし今度はサードロープエスケープ。さあ川田俊明しっかりと武藤敬司が足を取っています。ここはやはりあの菊池さん、はい、武藤敬司のシャイニングウィザードを少しでもそのさあ弓矢固めウォーアンドアローの体勢。川田がさあ掛け声で一つ掛け声とともに今ウォーアンドアロー弓矢固めを持っていきました。三沢をこのグラウンドで締め上げていきます川田俊明です。一旦ここで距離ができました。天竜さん、はい、この三沢川田本当にウィリアムさん重いと返せる。いやしかし脇固めあのハンセンとの一戦ラリアットを警戒して脇固め、それからウィリアムスとの公式戦もそうでした。バックドロップを警戒して脇固めに返した、そのシーンを思い起こします。川田もエキサイトしながら落ち着いていますね。そうですね、よく今うまくタイミングを返したですね。本当にね、この攻撃はですね、はい、要するに川田選手にとっては有効な技だと思いますね。パワーっていうか、要するにパワーを武器にしているあのウィリアム選手は、はい、やっぱり腕でやっぱりかなり使う技が多いですからね。いろんな小橋顔をしかみました。顔が曇りました。表情が曇りました。その小橋に場外ボディスラム、わざとマットのないところ、苦しそうな小橋健太の表情です。ストレッチプラムに持っていこうという川田。天竜さん、この体勢はどうですか。いや結構ね、ここまで攻められてると苦しいんですよね、すごく、はい、スタミナを奪われますよね。そうですね、うん、今どっしりと腰を落としましたストレッチプラム川田。三沢にフェイスロックがあるならば、川田にはストレッチプラムがあります。三沢にエルボーがあるならば、川田にはキックがあります。1年違いの先輩後輩、高校時代から川田が15、三沢が16の時からの2人の戦いの歴史積み重ねて、おそらく今宵が最終章という。菊池が復帰した。アストロハイ優勝した秋山も復帰した。ジャンプする球戻ってきた。三沢も欠場から復帰した。それからの春ランナー全日本プロレス桃田さんどうだ。いやもう本当に渾身の力で、いやひねってますね。2つの結末を神は許しません。どっちなんだ、こらえるかウィリアムス。攻めを出すか、カバーに行くか、カバーに行くか、スリーハイで、ダメ、惜しい、本当に惜しい。1万6300人、さあ、武藤がショート、アビー生命リーダー、川田が、カウンター、川田がエンツイ。三沢さん、三沢選手とは何回もこの武道館で名勝負を作ってまいりましたが、三沢の怖さ、すごさってのはどの辺なんでしょう。右のか、川田の下、耐えている。本当に全身を震わせる。ジャーマンスープレックスホールド、左足だ。まさにさあ、落ち込んでいきます。三沢エルボー、川田正面からハイキック、後ろから三沢の声とともに戦っている川田俊明です。バックに回ってジャーマンの体勢、ロープを掴んでいる三沢、投げるか、後ろからおっと逆水平後頭部、バックに回ったジャーマン、オーライン、お立ち上がった、エルボー打った、かわした、かわして、あージャーマン投げ捨て、ジャーマンふらついた。今度は今日の川田は研ぎ澄まされて怖いくらいであります。今度は逆エビ固め、片逆エビ、顔を踏んでますね。あ、いつもは背中を踏むんですが今日は顔ですね、頭を完全にもう決めてるんですね。野村さん、これはレスラー心理ちょっと分析してください。いやもうかなりもう圧迫あってもこれ何とも言えないですね。小橋にとってはこれは屈辱ですね、鈴田さんね。しかしそれをバネにしてここまで大きくなってきたのが小橋健太です。サードロープに逃れました。。さあこの動きも三沢は久しぶりに食らう攻防、
ハーフボストンクラブの体勢から今上からストンピングを打ち下ろされました三沢。そしてどっしりとハーフボストンクラブに入りました。今から26年前、1979年、足利工大附属高校で川田が15歳の時に初めて三沢と出会いました。以来そのレスリング部の練習あるいは寮生活の中でこの2人の信頼関係あるいは一アマチュアレスラーと独占です。さあバックアップ射撃だ射撃だのか武道刑事バックドロップ。明治大角度ですね、そして抑えてカウント入ったとかカウントは決める。なんかお互いに勝負をかけるのが意外と早い、そうですね、時期にお互いにかけてきましたよね。あの普段はこうじわじわとした戦闘がありますよね、なんか一気にいってますね。2人とも左側を抱えた、一歩も引かない、腕引き腕引き腕引き逆転ギブアップギブアップ川田上がった川田上がったゲイリー・オブライトからギブアップギブアップを取った。これで取れるか、三冠のベルトよ俺に任せろ。捉えてほしい捉えてほしい川田川田あーっとちょっと下げる大車輪キックアーミステーゲリー驚いた驚いた。人生という持ち時間でまだ足りぬと侍になれ。力を込めるこらえる三沢、下からステップキック、エルボーター、下から今度は突き上げた、あージャンピングアイキック、場外で三沢の顎を捉えました。三沢がおっと今グッと両手を腰のあたりに引きました。珍しいですね、はい、この川田が一レスラーとして一つ大きな変化を遂げたこの5年間、パワーボムで投げ捨ててしまった、投げ捨ててしまいました川田、投げ捨てられました三沢。全日マットの全レスラーが今このエプロンサイドでこの一戦を見つめております。さあ悲壮なる決意を持って胸に出した、パワーボムだ今日2回目見せました川田チャンス川田チャンス今だ超えろ越せ三沢超えなるか。94年6月3日今コンブに叫んだ三沢が、いや川田が天に叫びました。今度は超えてしまったパワーボムだ、2カウント、この青いマットにパワーボムってこだわってるみたいなとこありますね。あそうですね、これは高橋さんチャンスですよね。パワーボムですね、パワーボム